ビクトリアピーク、あるいは太平山は、香港の観光地となっている山で、夜景の名所として知られる。香港島の西部に位置し、標高は552メートル。香港島の最高峰であるが、香港の最高峰ではない。香港では、単にザ・ピークとも呼ばれる。マウント・オースティン、あるいはバタ山とも称される。 ビクトリアピークの実際の山頂は通信施設などに占められており、一般人は入ることができない。しかしその周囲の山並みにある公園や高級住宅地などが普通、ザピークとして知られる部分である。山頂からは、香港島や九流の超高層ビル群や、ビクトリアハーバー、周囲の島々などが一望のもとに見渡せる。太平山一帯の風景を、 西鉱山から撮影。左からバタ山、ウタフ山、気力山、イギリス人は中国人が太平山と呼んでいた山の頂上に、ビクトリア女王の名にちなんで、ビクトリアピークと名付けた。ビクトリアピークあるいは太平山には多数の別名があるが、その名が示す地理的範囲には違いもある。急流側のスターフェリーフ島を 香港島の高層ビルの背後にビクトリアピークの稜線が見える1920年代の香港とその背後のビクトリアピークかつて太平山とは竜古山より東薄北ス,スクバヤシより北馬己戦況より西の一帯の山階全体を指していた上巻には太平山街という通りがあるように山頂だけでなく山麓も太平山と呼ばれていた後に 山徳部分は分割され、中間及び上間となり、香港の中心市街地へと発展した。中間、上間より高い中原は、半山区と呼ばれる高級住宅地となった。それより高い部分は山頂と呼ばれ、最初は、冬の西洋人と外国政府関係者だけの別荘地に、後には観光地となり、現在に至っている。普通ビクトリアピークと呼ばれるのは、 実際の太平山の頂上ではなく、ピークトラムの山頂駅とその一帯のことである。山頂駅は路望橋という場所にあり、実際の山頂より下にあたる。太平山頂は、さらに多くの峰に分かれている。主な峰には最高峰で、通信施設や山頂公園のある畑山、その東方の歌府山、気力山、寒流角などがある。路望橋は、畑山と、 ウタフ山の間に位置する暗部である。バタ山には旗を掲げた山という意味があるが、その由来には諸説ある。新朝時代の海賊、長田持が香港島を拠点にしていた時期、この峰を見張り台に使っており、島の周囲を通る船に旗を振って、信号を送っていたという説1842年に、香港島がイギリスの統治下に置かれた際、英国人が主権を示すために山頂に、 イギリスの国旗を掲げたという説イギリス統治初期は馬、己戦況に展望台があり、ビクトリアハーバーに船が入るたびに山頂から手端信号を送っていたという説ピークルックアウト。1901年に建てられたセガンチア妊婦の待機所で、現在はレストランとなっている、現在のピークギャレリアの場所にあったピークホテル。1938年に火災で損壊し、 イゴバスターミナルになった19世紀なカバに、香港がイギリスの植民地となって、以来、西洋人たちが山頂に邸宅を建てて住むようになった。これには山頂からの眺めが素晴らしかったという理由のほか、香港市外の亜熱帯の蒸し暑さに比べると山頂は幾分涼しく過ごしやすかったという理由もある。最初は信号所やサナトリウムが立ち、 1868年頃に、香港の第六代総督リチャード・グレーブズ・マクトネル卿が、夏の別邸、マウンテン・ロッジをビクトリア・ピークに建てた。当時、山頂と港と往復するイギリス人たちは、中国人妊婦が担ぐセダンチェアと呼ばれる腰に乗って、険しい山道を上り下りしており、山頂に住む人はごく限られていた。1874年には山頂へ上りやすい道が、 開けたため住むものが若干増え、1870年代から1880年代にかけて40軒ほどの邸宅が建てられていた。しかし、秘書地あるいは邸宅街としてのビクトリアピークの開発が本格化するのは1888年にピークトラムというケーブルカーが付設されてからのことであった。ピークトラムピークトラム開通後は、 ビクトリアピークの住宅地に対する需要が増大した。1904年から1930年の間は山頂部一帯にヨーロッパ人と各国政府関係者以外の居住を認めない山頂区保留条例が施行されていた。これは1894年に始まったペストの世界的感染を受け、ビクトリア市の中国人の間で蔓延する。 流行病から身を守るという健康上の名目があったが中国人に対する人種的、社会的隔離の側面もあった。この時期は中国人は総督の特別の許可なくして山頂に入ることはできなかった。トラムも朝の通勤時間は一等乗客専用で二等乗客、三等乗客は乗ることはできなかった。中国人が ビクトリアピークに住めるようになったのは1947年のことであった。戦後の香港でもビクトリアピーク付近は超高級住宅地となっているが、気候上あるいは健康上の理由ではなく、ビクトリアピークの高い社会的地位を求めて住まわれるようになっている。ビクトリアピークからの美しい夜景ピークタワー。手前に見えているのがピークギャレリアビクトリアピークは、 香港有数の観光地であり、年間700万人以上が、眺望や世界三大夜景を求めて訪問している。19世紀末にはすでに山頂の周囲にはホテルが建てられていたが、1972年には、ピークトラムの山頂駅に、展望台、レジャーセンター、ショッピングセンターの複合施設である、ピークタワーが完成した。1996年には、 観光客の増大に対処するため、テリー・ファレルの設計で2代目のピークタワーが竣工した。1993年には、隣接する山頂バスターミナルを改造して、ライバルとなるピークギャレリアが完成した。また1976年には、シシテ邸というティンカクが完成し、眺望を楽しめるようになっている。ピークタワー及び山頂駅はロボン、 ソアの海抜396メートルの地点にある。ここに登るには、ピークトラムと公共バス、ミニバスのほか山頂道をタクシーや自家用車で走る方法、香港道植物園の近くから険しい旧山頂道を歩いて登る方法もある。しかし、おさむ山道8号の展望台山頂のビクトリアピークガーデンかつての香港総督別荘、マウンテンロッジ 手前の主営室だけが現存する歌詞、おさむさん同士指定、ピークタワーやピークギャレリアのあるビクトリアギャップから徒歩または車でデータ区外の中を通る歌詞、おさむさん同を行くとビクトリアピークガーデンにたどり着く。ビクトリアギャップからは150メートル高い位置にあり、一般人の立ち入ることのできる場所としてはこの公園が最も山頂に近い。ここにはかつて、 香港総督の夏の別荘マウンテンロッジがあったが、日本軍との香港の戦いで損傷を受け1946年に解体され、1950年代に公演となった。総督別荘のあった頃を忍ばせるのは、入り口の主衛室であったゲートロッジのみである。しかし、オサム山道は、実際の山頂に立つ通信施設へと続いている。しかし、オサム山道のに観光客に、 人気のある散歩道としては、ピークタワーから出るロキチ道があり、山頂を取り巻くように続いている。ロキチ道は夏力道につながっており、山頂の反対側をめぐって、ロキチ道の起点に戻る。この二つの通りは、同じ高さを環状に走っており、眺望が優れている。ビクトリアピークのレストランの多くは、ピークタワーとピークギャレリアの中に入っているが、山頂道には、 ピークルックアウトというアーツクラフツ様式の古いレストランが建っている。この建物の場所には、ピークトラム建設時の1888年に建設された技術者の休憩所、作業所があったが、香港成長に引き渡されて取り壊され、1901年に山頂住民の移動用のセダンチェア乗り場及び妊婦の休息所として現在の建物が建てられた。 セダンチェアが衰えた後は1947年からレストランとして利用されている。一時は取り壊しの危機もあったが文化財として指定され今日に残っている。ありがとうございます。